ソシオニクス、今日は ILI の説明をさせていただきます、はい、このチャンネルでソシオニクスを扱うときはイザヨイブログを利用して、うん、はい、参考に概要欄にもリンクを今も貼っておきます。あ、はい、貼ってあります、はいはい、というところで、うん、ILI の紹介を、はい、I っていうのは前半に出てくる I は直感、うん、直感で L はロジカル、ロジカル、直感で論理的で、うん、最後の I は内向、内向のタイプですね、うん、この ILI というのは批評家で、はい、先見の明、うん、凄まじい記憶力、うん、最強の能率の特徴があるタイプですと、はい、MBTI のタイプでは、うん、INTJ とおおよそ対応するタイプで、うんはい、基本的な性格としては、先見の明、凄まじい記憶力、最強の能率、うんうん、で博識であり、うん、集めた膨大な知識をもとに先を予測しますと、うん、人にも最適な道を選ばせることができますと、うん、目が肥えていて、うん、言動行動のうちにある矛盾や手抜きによく気がつく、うん、軽率な行動に将来性は望めないと思っている、うんうん、人を特徴づけて主な反応を予測することができる、うん、人が必要な方向へと歩き出せるように忍耐強く導いて心の準備をさせてあげます、うんうん、計算づく慎重な行動をとりますと、うん、無駄が嫌いで常識だろうが礼儀だろうが、うん、コストがかかることはやりませんと、うん、あー、なるほど、うん、それをやって確かな見返りがあると保証されているタスクにしか応じません、うん、お金は節約する、うん、仕事は丁寧にゆっくりと行い細かい部分まで注意深く吟味しますと、すべてを頭の中で計算してプロセスを管理しようとする、自分が蓄えてきた情報を利用することが得意ですと、まあ、賢明な ILI だが、はい、ちょっと疑り深いところがあると、細かくなりすぎてイライラしたり、あるいは無気力になって生活がやけっぱちになるかもしれません、うんうん、なんていうのが書かれています、うん、まあ、あの MBTI と全然別物だと思ってるんですけど、うんうん、この ILI は、はい、INTJ と諸説あるが、うん、おおよそリンクするよなんて書かれていて、うんうんうん、まあ、今ちょっとこの読んでもうその、うん、ちょっと疑り深いっていうのがあるんですが、まあ、細かくなりすぎるとか、うんうん、このやしっかり積み上げてやっていきたいと思っているタイプに対して、うん、やっぱりこの現代社会ってあの、うん、若干スピードが速くて、うん、声の大きい人が仕切ることが多く、うん、そんな人についていく人が多い、うん、なんていうとこだと、うん、よくこのチャンネルでは、うん、まあ、MBTI の話ですが、うん、INTJ の方、うん、あの生きづらいっていう声が多いじゃないですか。多いですね、うん、だとすると自分が正しい、うん、で本当に正しいことが多いときに、うん、その通りできないっていうのは、うんうん、まあ、そうこぼしたくなるよなって、うん、あの僕はどっちかっていうとあの、うん、まあ、長いものに対しては、はい、まあ、応じちゃった方が、うん、ちゃっちゃって言った方が早いじゃん、うんうん、でもそれが正しいと思ってるからですよね、僕、うん、僕はね、うん、はい、うん、でも決してこのタイプだと、うんうん、そういうのはイライラするのかなって、だから要は自分の思い通りにいかないのにみんなイライラするみたいな、はいはい、うん、で僕は思い通りにいかなくても、うん、もうちゃっちゃとやればいいじゃん、うん、そのちゃっちゃとがって話じゃないですか、はい、あ、まあこれタイプが違うんでまあ大丈夫ですはい、なんでそういうことなんでしょうね、はい、こういう人が僕を見て、うん、違うでしょって思うんでしょうね、違うでしょって思うし、多分違うでしょはお互い思うじゃないですか、はい、うん、思ってますよ、うん、ちゃっちゃとやればいいんだよ、ちゃっちゃとやればいいんだよって思うじゃないですか、はい、でそうじゃない、だって上が言ってんだぜって、うん、でもそうじゃない場面もあるわけじゃないですか、もちろん、うん、はい、うん、これで船が沈む可能性ありますからね、うん、はい、し、なんだろう、正しい方法でやってくださいって言われたら困るわけじゃないですか、
正しい、上が言ったことが正しいんだよ。その上が正しい方向で、上が、はい、そういうリーダータイプ、俺についてこういうタイプだったら、はい、こうやってやれって言ってくるかもしれないけど、はい、僕が上だったら、はい、良きに計らえですよ。どうやってあんのそれっていう時にこの人たちは生き生きする可能性はありますよね。可能性はありますね、うん、はい、あなたが思う最大効率でやってくれっていうわけですよ僕は投げましたね、ぶん投げましたね、最大効率みたいだ。だと、うん、ボスは選んだ方がいいですね、うんうん、はい、ではこんなタイプが、うん、ソシオニクスのモデル A っていうのは、うん、まあ、8つの機能があって、はい、それをこの ILI がどうやって使っているかっていうのをお話ししていければなと思ってます、はい、ILI、 ILI のモデル A、はい、主機能、手動する機能ですね、うん、手動する機能は NI、はい、内向直感でございますと、うん、この、モデル A の手動する機能というのはあなたの中のリーダーですね、リーディングファンクション、はい、中心となる機能で、うん、目立ち、さらに自信があるもの、うん、葛藤がある場合に最終決断を下すのがこのリーダーですと、うん、NI、 手動する NI は周りの世界を直視しない時や、うん、世俗的な出来事から自分が解放されていて有利していると感じる時に一般に現れますと、うん、このために彼らは非常に発達した想像力を持ち、うん、そして独特な精神世界を築いていることがあります、うんうん、しかし同時にひどい怠惰や無気力に陥ることもあります、うん、彼らは想像力を使って世界を理解するので、うん、データや経験が足りない状況でも切り抜けられるかもしれません、うんうん、ただし想像力を過信して実際のデータを無視しすぎてしまえば短所にもなります、うん、時間を超越して因果関係を把握する能力も NI の特徴です、うん、この能力は今後の大まかな流れと、うん、その結果を正確に予測する能力へとつながることがありますと、うん、まあ、僕が若干疎いのか、はい、この想像力って言われると、はい、うん、僕もあるんじゃないのとかって思ったり、まあ、あるんでしょうけどね、あるんですけど、はいはいはい、まあ、要はあの MBTI でいう S と N ですよね、はい、S はもうありのままを受け取るわけじゃないですか、データがあったらデータ通りにこのデータが出てるからこうしましょう、はい、が S だとすると、はい、N の人はデータにない部分を想像するわけじゃないですか、もうわからない部分、なるほど、だけど、まあ、多分こう勘というか想像力、はいはい、こういうデータが出てるんだったらこうなるんじゃないかみたいなところを重要視するみたいな、S の人はそんなとこ分からないところよりもちゃんと出てるこれを重視しましょうみたいな話じゃないですか。これね、うん、最近なんかあの失敗学の本を読んでいて、はい、うんうん、まあ、対戦中、うん、まあ、アメリカの本なのでね、うんうん、その対戦中、うん、その要は B29 みたいなでっかいやつが、はいはいはい、うん、その B29 じゃなかったかもしれないんですけど、うんうん、要は爆撃機が、うん、撃ち落とされて困ると、うんうんうん、撃ち落とされて困るっていうことで、うん、その帰ってこれた爆撃機を調べると、うん、あ、なんかそのこの部分が撃たれているから、うんうん、そこを強化しよう、うんうん、って言ってやろうとしたところ、うん、ある人が出てきて、うん、いや待てと、帰ってきてるっていうことは、うんうん、穴が開いている部分は、うん、撃たれていい箇所だと、うん、違う、うん、そこに目を向けるなと、うん、穴が開いているところをほっといていいから、うん、違う部分に、うんうん、っていう対処をしたところ帰還率が上がったっていうのを見てですね、うんうん、なんとかの法則ですよね、なんだっちゃって頑張れ頑張って対処なんとかの法則思い出して、なんとかの法則、確かにそのデータも大事だが、うん、っていうことですよね、うんうん、そのデータに隠された部分に目を向けられるか、うんうんうん、っていうのが得意なんでしょうね、うん、はい、まあ、それもあるというのは、まあ、それもデータですよねっていうところじゃないですか、戻ってきてるデータ、あー、はいはいはい、で、まあ、もっといってる感じじゃないですか N、 なるほど、うん、ざっくり言うと名推理をするのが得意な人たち、うん、まあいいかっこいいね、僕にその、はい、うん、多分こうあるものを推理するのは、はい、なんか洞察して推理するのは S だと思うんですよ、
あそこにあれがあった、これここにこれがあった、あそこにあれがあった、はいはい、で推理するのと、なんかからのですね、からのだとするとみたいな、もうなんか分かってないけどなんとなくあの人が犯人な気がするみたいな、うんうん、話し合いですね、っていう部分ですよね。そこは話し合いですね、うんうん、で多分 S に言うと、そんなとこ分かんないじゃんみたいな、うん、っていう話ですよ、はい、きっと、はい